サイモン死者は、かつて存在した、連合王国貴族の支社区位。巨国派自由党の政治家、ジョン・サイモンが1940年に除されたのに、始まるが、第3代サイモン死者ジャン・サイモンが2021年に死去したことによって廃絶した。ジョン・サイモンは、マクドナルド巨国一致内閣に残留するかどうかを、めぐって1932年に自由党が分裂した。 後に残留派の挙国派自由党を率いた人物で、マクドナルド巨国一致内閣と続く保守党政権で、内務大臣や外務大臣、財務大臣などの重要閣僚職を歴任した。そして1940年5月20日に、チャーチル内閣の大法官に就任するために、連合王国貴族社イペンブルック州における、スタックポール、エリダーの初代サイモン主尺に助せられて、貴族院議員に列した。 初代子爵の死後、その唯一の息子であったジョン・サイモンが二代子爵を継承した。二代子爵の死後は、その唯一の息子、デイビッド・サイモンが三代子爵位を継承した。彼は1999年の貴族院法、制定以降も92議席の世襲貴族枠に残って、貴族院議員を務めたが、その彼も2021年に死去した。これにより他に継ぐべき、 尺位継承資格者もなかったことから、四尺位は廃絶した。四尺家の家訓は、家名のサイモンを含むカウンティングモットー、それこそが我が名であった。ありがとうございます。